2-0。これはでもあれですね、乱歩が負け方によってはシエさんが抜けれます。じゃあ乱歩さんとシエ、メタパさんお願いします。さあフォンタヌさんと、ブギーさんのオリエ、あ、オリエじゃないフォノンや、もう名前適当。ホノン、この距離はやはり白夜といえどやることがあまりないのではないだろうか。とりあえず中距離まで近づいて何か差し込みたいところだか。さあここはブギーさんが、ラインを上げていく。さあここは、フリーフレームに差し込んでいくジャンプ B。 さああまりゲームが激しくは進まない。あとジャンプ B 落として、さあ空中波動優秀。さあからのさあ暴れを誘ってそこをアサルトで刺していく。しゃがみ攻撃の暴れには勝てるか。さあパン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 バチーンからの、はいはい固め抜けれない。あの波動は確かホノンが有利取れたような気がします。さあ2ラウンド目。さあ幕を設置、幕って言い方おかしいな、クモの巣設置して、さあホノンはこれを正確に潰していく。罠やね。溜めて溜めて勝利剣、ここはしっかりガードしている。さあホノンとしては無駄なリスクは背負いたくはない、付き合わない。さあ超残空出してワンコンボ、必殺技指導は基本的にこのゲーム補正が有利なので結構重いコンボが出るかじゃないから、固めて固めて。さあ抜けれない、飛べなら勝利が飛んでくる。さあ差し込んでどうする、ダッシュ B にはアサルトが通る。フォノンはなかなかスリムボディ。さあブギーさんが 2-0。 おっいいカラー選んできた、ナラセ頑張れ。このカラーめっちゃ好き、ビッチ感がやばい。いやーほんまにあの春を打ってそうですね、このカラーは。は春、青い春を打ってそうです。いいですね、このいやいいです、ほんまにいいです。すごいナラセが好きになりました、いいです。さあそして青いハローを犠牲に置き去りしていく。ランポが 2-0 勝ち、ランポ 2-0 勝ち、ということはランポが1位抜け、つまらないですね。じゃあ次 F リーグ、 F リーグです。豆腐さんのリンネ、豆腐さん、豆腐さんいらっしゃいますか。豆腐さんと、玉尾さん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 いらっしゃいますか。玉尾さんどこでしょう、おタバコ。豆腐さんと、奥でお願いします。さあ見てない間に、さあ春風が白夜を倒していく。まだあります、まだあります。さあ大丈夫だ、あの俺アメリカで見た今のは。さあ今ポンタルさんがあれですね、ちょっと席を離脱してしまいましたと。これはまあやはりおしげさんのあれを思い出しますね。あちなみにマジカルにおしげさんたまにいます、フォードアイランド出身なんで。さあそうっす、さあコンボを決めて、さあ CS がある。さあこの後の状況、罠設置。さあベールオフで切り返していく、走って投げからの、さあ風を置いて下段、これはしっかりガードしている。パンパンパンから、はいはいはい、あーバレ潰しが当たってしまって、さあ重い安が当たる。かわいい、非常にかわいい、4000かわいいし減る。お、さすが、お、かわいいな、ふわふわ浮いた。さからのダメージ的にはまだ死なないが、はいはいはい、チェンシフト、しかし死なない。な、なに、なんだそれは、なんだそれは、解説希望ぬ。はい、じゃあムックスさんが 2-0 で勝利ですね。はい、予約もしてますと。まあマジカル、そうですね、いやまあ次回来ていただいたらいいかなとは思ってます。まあ一応個人主催なんで、まあ僕の気まぐれで今回開いてます。まあこれだけ人が来てくれたらね、もっと定期的に開いてもいいんじゃないかなと思います。まあ月1ぐらいですけど、まあ次回の時はぜひいらしてください。さあカトリンネが今攻め立てている、体力はややリンネ有利、それとしっかりガードしている。さあここは炎、おっとうまいですね、プレッシャーをかけて V を誘った。さあ投げ、さあベロフ中なんで結構減る2100。さ
当たってしまう。おお、なるほど、ここから拾える。テクイ、おっと、この飛び道具引っかかってリターン特大。なんでや。おお、うまっ、マジっすか。おっと、今のはなんかジャニーちょっと老回収があったが、時間も残りわずか。うーんと、微妙に死にそうで死なないような、死にんじゃないっすか。死んだ。さあ、ブギーフォノンが綺麗に決めきった。なんと開幕お互い走ってアサルトをしたのはカトリンネ。強気、非常に強気。さあ中段、さあ EX クーが投げ、すかし投げ、しっかりと、ファジ投げを入れ込んでいる。立ち合い引っかかりは、ジャンプで逃げれて、オトカメなしと高め足。うーんと、ここで暴れが通る。さあ、この辺りの暴れられるポイントはやはりこれもで調べておかないといろいろちょっと分かりづらいところがありますね。さあ、これリンネちゃんの長い長いリビートに C が通って、大きめ目、はい、ベロフ。さあ、ここで、ベロフをすると火力が 20% 上がりますので、取っていきたい。さあ、バックセバックセでプレッシャーかけていく。どっちが勝ちました。豆腐さんが 1-2 で負け、豆腐さんが 1-2 で負け、バツ1、バツ1に。そうです。さあ次、バルトレックさんとデティさん。デティさんはどこや、何のゲームをしてるんやろう。多分別ゲームしてるんちゃうかな。さあ見てない間にフォノンちゃんが決めた、綺麗なムチを決めて 2-0 2-0。マニアックな性癖がある人がちょっと多いんじゃないか。ちょ、あのね、バティスタとリンネはね、ちょっとね、歪んでる人が多い。いや、なんかね、ツイッターとか見てるとね、なんかほんまバティスタちゃんにこう勃起するんじゃないかっていう人がちょっと探検されます。健全でゲームしてください。はい。さあ、お互い画面端で、シューティングモード。まあこの時はどうするのって、どういう読み合いというか作業が発生しているのかよくわからない。ただ、現在イアストさんが体力巻きをしているので攻めないといけない。さあそこをどうやって攻めるか。さあいつもシューティングをしている側だが、されることにあまり慣れていない。さあここでミネットさんが追い込まれたが、そこを見越してダッシュして攻めていく。さあ残り時間がわずか、少なくなってきて、ビーム、さあ弾、ビーム、どうする、どうする、しゃがみカード、さあ呼んで待っていた、飛んだのを見てからチェーンシフトからサマー、安定行動ですね。さあ開幕ビーム、ビーム、さあ弾を出してサイコボール、サイコボール、ビーム、さあビームと弾しか言うことがない、何か喋らせてください。サマー置いて、さあお、ゲージを止めてる、かわいいなこのポーズ。さあ見て、さあかぶせ、ちなみにあれは冗談なのでしゃがみカードができます。固めて固めて、バババババ、チェーンシフト、西出し B から固めて、はいほいはい。さあイアソさんがチェーンシフトのゲージがあるが、さあここうまく使っていきたいところ、ポンポンポン固めて、さあ当たってしまう、広いはミスするも、ビーム弾を置いて、さあ非常にゲームがゆっくり動いている。シューティング、さあ設置してビーム、さあバティスタちゃんの体が穴が開いていく。さあどうなる、イアストさんが体力がどんどんなくなっていく。さあ奥はバルトさんが勝って 2-1。 じゃあ次、豆腐さんとバルトレックさん、豆腐さんとバルトレックさん、奥もお願いします。さあ最後は時間がないので、まあこれも仕方ないでしょう。さあミネットバティスタが、2-0 で勝利ですね。次、もみやまりんねと、西根オリエ。あなたには犠牲になってもらいます。さあ西根 VS もみやま。さああのジャンプシーが非常に長くて判定も優秀、意外なところが届くんでね、やっぱりあの中距離のオリエの制圧力は間違いないのではないかなと思います。さあ前
作だとエースラストとかの相性がリンネとリンネみたいにしゃがみガードの暗い判定が薄いキャラとはちょっと相性悪かったんですけども、今回スラストが強化されたということで、いろいろ技が振りやすくなっているのではないでしょうか。そう、冷静に回ってアンビード落としていく。さあ西で画面端チェーンシフト捉えても問題なし。ホプロンからしっかり拾ってコンボ選択が間違いない。大きな目、さあ中断ではないか。ここで割れてしまって、もみやまさんさすがにこれは万歳三勝。まず 1-0。 さあ2ラウンド目、オーダーからのドローは動きたいでしょう、動かせません。おなるほど、これ空対空、メルブラ培った空対空がここで生きている。ゲームの貯金を大切にする男もみやま。さあしかしエフェリーに逃げられて画面端交代。何やこれ中断からはめられて、さあ置き攻め3200。うわー逃げたいところに置いてます。さあ赤投げ取って立ち火、なんだそれは、何かあったのだろうか、僕にはちょっとわからない、知識がない。固めで立ち絵からさディレイが幅が効くのが非常に優秀。オリエしゃがいしゃがいからしゃがしい、あれも下段、もみやまりんねが画面端。さあ最後は西根オリエのなんか EX 昇竜 2-0。 西根オリエ強い。ここ、リンネバティスタですね。さあ見ていきましょう。さあ夜と、いやリンネにいろいろと部がある。さあしかしバティスタはまあまあなかなか小足が長かったりサマーもあるので、まあまあそんなにお互い楽でもきつい組み合わせもなさそうな気がしますが、さあどうでしょう。飛び越しから固めて、はいはいはい。さあ A 止めは、リンネビフリですが、リンネの小判が入るのでなかなか割れるのが難しい。球からの投げ、キー投げは抜けれない。やはりちょっと年齢が関係しているのだろうか。ドリルなあ、そうです、 B ドリルが最後にポンというのがあります。かわいいですね。さあ5Cから、クーが固めて、うん、ここはフリフレームのサマーソで暴れていく。さあもみあまりんでもう体力がない、はい、コンボ。さあこれは死ぬんじゃないでしょうか。まず1ラウンド目はイアスとバティスタ。さあ2ラウンド目、さあゲージ的にもちょっと微妙だが、さあ回復投げ、ゴビゴシ固めて、はいはい固めて、立ち入り止める。さあリンネの固め、さあここ立ち回りに戻って、さあ割れるところ見出して、あのクーガが非常に優秀。ザンクハボケンガードさせても、まあリンネが大幅に有利取れるので、そのままゲーム展開がしやすい。ゲージを吐いていく。さあこれ何かの調整だろうか。さあ残り体力3割、投げからの立ち、チェインシフト、サマーソーを誘った。さあゲージももりもりあるのでいい状況。1-1 から 6-4 どうなる。立ち、B から固めて、立ち、固めて、ダッシュ投げは通る。5Cからどうなる。ゆっくりとゲームが進んでいく。 5Cから固めて、さあフリフレームは結構背負っているのだが、ごまかしが甘い。バティスタに気づかれていない。固めて、はいはい。さあここで暴れをするクーガが当たる。そしてリターンが結構ある技なので非常に美味しい。さあここはゲージを温存しておく。もみやまスタイル、エコスタイル。さあ関係に優しい。さあ残り時間も少なくなってきたが、立ち絵、引っかかりは拾えない。西置いて立ち絵からジャンニビー、あれは投げすりか。チェインシフト、うん、止めない、逃げれない、バティスタ逃げれない。サマソ当然かでいく。投げ、木投げは抜けれない。本日2回目出し火。さあ当たっちゃうと尻餅をついてしまう。当たって、さあ投げ抜け、しっかりいい反応している。なんと FF。 さあここでもみ山の鬼の 2B が通って、さあ勝ったのはもみ山さん 2-1 鬼のだ 2B。 相当を開始します。あなたには犠牲になってもらいます。はい、早くして刺さらん。ファーストクローズディバイド。さあ開幕見ていきましょう。さあやはりこの距離はさすがに西でもやることがない、西根さんじゃないです、オリエもやることがないので、
あ、なったやることがないので、じっくりと画面を攻めていきたい。さあ固めて、さあ2位から。ディレイが効くので非常に暴れ潰しがやりやすい。バティスタもサマーが非常に優秀だが、なかなか結構オリエはいろいろごまかしや効きやすいキャラなので、なかなか確定とかでは取りづらいところはあるとは思います。さあ重いコンボ補正切りか。さあちょっとずらしたチェア出ていきましたね。さあインフィニットワースを当てていく。さあ西根オリエの体力が少ない。さあホップロンやっぱり非常に優秀ですね。基本的に出しとくの技なので出しておけばいい感がある。ちょっと微妙に距離が足りない。うーんと 3B が間に合わなかったか、しゃがみくらい押してしまう。さあ1-0がまずミネット。さあ FF 置いている。さあしっかり対空していく。あの設置がですね、立ち A とかで置いておくと、破裂します。破裂すると補正も非常に緩く判定も鬼強なので非常に優秀ですね。さあ逃げるバティスタを追うオリエ、そういう構成だが、さあ今度はしっかりと対空を見て、できている。上は見ているぞと。なるほど、中段で甘えるなと。コパンが通る。さあ CS 剣はくれてあるので火力を、上げる戦法。さあ立ち回りにも戻れるのでオリエ的には美味しい。さあ西根オリエ体力もうない。どうせさあこれ勝て。さあここで置き攻めが始まる。ニードルでTさん勝ち。デティさん勝ちです、ニードルで。じゃあ残りの、タマオさんとバルトレックさん奥でお願いします。そこでさあホープロンハメガドール、ゲーダンしっかりガードしている。距離が置いて、サマソは確定していなかった。これは心が折れる感じ。まだ死なないでしょう。さあどうする。最後はそのアサラとジャンペイが見えないんですよね。さあ1-1。さあオート FF を使って画面をうまく飛び回る。ビームボムから、うーんとさすがに設置していてもバティスタがボタンを押さないと破裂はしないので、正しいか。はい、 3B からオーダーを置いて大きい攻め。ジャンプへ見えません。はい、大きい攻め、うん、サクセッション触っていく。ホープロンしっかりガードしている。さああの 5C がですね、中段で結構勘違いしやすいんですよね。勘違いで立ちガードしてしまって、その後に2A で崩れてしまう、よくあると思います。さあそういう感じで崩れましたね。あコンボミス、投げが通る。ミスしてもリカバリー完璧でした。西根さんが2-1で勝利。ミネットさんです。相当を開始します。定めに従い、光の鉄槌。まあ西根オリエとしては先ほどバティストに勝ったのでイメージ的にはいい感じか。さあ固めて、あの三振も結構ね通れそうで通らないんですよね。いろいろといやらしい技が多いです。さあ投げた後の状況の悪さは相変わらずだが、さあ、ファジー潰しの遅め打撃は最初があまりに負けます。通していきましたね。タチ、おーっとタチ C の高速にディバインスラストが突っ込んでくる。 D スラストなんて結構重いか。ホプロン、はい、ゲラン、しっかりガード、端から抜けれない。逃げたいでしょう、逃がしません。鳥かご状態、しっかりガードして、ドロア、あのフレームでこの判定はいけないと僕は思うんですけども、逃げれない、逃げれない。どこに当たってるの、明らかにエフェクト的に当たってないやろ。どこ当たってんねんおかしいやろ。寄れない寄れない、ほんまにどうするんやこれ。さ時間もない、西根は置いておけばいい。最後は足払いを置いていく。さあこのいううまい 3B、 しっかり上を見ている。パンタンタン置き攻め。さあ対局しっかり落としての投げ、これでグリッドが割れてしまう、よろしくない。さあ入れっぱジャンシー通していく。投げを呼んでの 2-1 で玉尾さんが勝ちました。 2-1 で玉尾さん勝ちです。ということで、F リーグは玉尾さんハイド抜けです。次ですね、最終の、リーグ
神座ね、カーマインとタッタさん、リンね、奥でお願いします。あ、ちょっとでももう、あ、まあ一回、はい、じゃあ俺神座ね、カーマインのカードネームは配信に載せたいんですよ。でも後でね、載ると思います。さあ、じゃあ進行している間に西根オリエさんが、西根オリエさんって何や、